やうまかったね、うまかったっすよ海鮮丼。お店の中も広かったんで、まあ、お昼時はやっぱり混むんですかね。いやーうまかった海鮮丼、もうすぐ横漁港ですからね。せっかくなんで、あの弁慶の洗濯岩見に行きますか。腹も膨れたんでね、動かないとダメですからね。どこだっけな、また通り過ぎないように気をつけないとダメですからね。どこだっけか、あった、ここだな、弁慶の洗濯岩。よいしょ、また楽しい道ないですからね、はい。で、今走ってるのは305号線国道ですね。305号線を、また、さっきの越前海岸方面に向けて戻ってる感じですね。さあ来ましたね、ここですね、ここ映ってるね。ここを曲がって県道の6号線ですねに入っていこうと思います。で、行った先に、ダムがありそうなんで、はい、そこまでドライブしようかなと思います。これ、ゴミの交差点ですね。ちょっとまた話戻るんですけど、ちょっと、ね、さっき食べた海鮮丼のこの余韻がまだちょっと残ってて、うまかったなっていうのがまだ余韻残ってますね、口の中にね。いやもう北陸に生まれて本当良かったっすね。金沢生まれて良かったっすわ、本当に。本当食事がうまいよね。本当うまいわ。別に他がまずいって言ってるわけじゃなくて、本当北陸の食事は美味しいっすね。福井市街23キロ、一応福井まで抜ける道みたいですね。山越えみたいです。まあダムがあるから当然なんですけど、車多いな。確かに高速とか通ってるね、あっちのこの先でいう福井の町とか、あっちの内陸の方から今の海岸線の方に抜ける道ってあんまりやっぱり多くないですからね。そのせいもあるんですかね、車の量が多いっていうのはね。まあ、道の規格の割にはなんかそこそこ走ってる感じあるよね。ゆるーく右に左にっていうのが気持ちいいよね。まあ、体調の悪い時だと酔いそうですけどね。あれなんですよね、最近このお尻の左半分がなんか痛いんですよね。ちょっとね、
そろそろあれですかね、シートをこう、なんつうんだろう、寄れてきたんですかね。8年ですからね。その割にはね、RB3 はあのどっか壊れてとかっていうことが本当ないんで、優秀ですよね。素晴らしい、品質が素晴らしいですね。熟成もされてるし、まあ物自体のクオリティっていうのかな、品質も良かったんでしょうね。品質ってでも難しいですからね。品質の定義がちょっと難しいですよね。壊れにくいのを品質が高いっていうふうに呼ばない時もありますからね。こうなんか作り込みの精度とかね、そっちが高いイコール品質がいいみたいに捉えられることもあるんで、難しいところですよね。まあでもやっぱりね、工業製品なんで当然ある一定基準で作られてはいますけど、その中でもね、やっぱりいいもの悪いものってちゃうと、まあそれは言い過ぎか。でもこう品質のばらつきっていうのはどうしても出ますからね。その中でもまあ私の買ったこの個体は良かった方なのかなっていう満足感もありますよね。でもそればっかりはね、実際買ってみないと分かんないですからね。に向かって走ってんですかね。やっぱ車通り多いよな。でも下融雪ついてるぐらいですからね、やっぱそれなりにやっぱ冬場でも多いんでしょうね、車通りね。どっち行けばいいんだろう。国道線だからまっすぐ行きたいのか。滝波ダム、ここですね、右6号線沿いですね。よいしょ、県道6号、OK。 私もね、そこそこダムには、北陸3県のダム、まあ車で行けるとこに限定ですけどに関しては結構あちこち行ったつもりなんですけど、やっぱ未だに行ったことないダムありますからね。今から 今ね、向かってるところも初めて行くとこなんで、まあ比較的小さめのダムなんかもたくさんあるんでね。交互通行だけど、これどうしたらいいの、自分で判断せえっていう交互通行。下濡れてんな、車汚れるやつやな。あ、ここっぽいな。合ってんのかな、違うような気もするな。あー、でも合ってるか。ダム周辺案内図書いてあるもんね。そっか、ダムの管理じゃもうちょい先なのか。リフトレバーがリバースに入りました。通常的な場所でもあるみたいですね。どこだ、ここかな。あ、行けんのこれ。あ、そこにあるわ。ここか、これ駐車場だな。OK。 さあやってきました、滝波ダムというダムですねの今入り口です。入り口に立ってます。でここにダムの案内図があるんですけど、滝波防災ダムって書いてありますね。防災ダムなんで、
発電用ではないですね。洪水調整を行うと書いてありますからね。見えてますかね。ここが左手がダム湖ですね。で、ここがちょうど放流口になるのかな。ここから溢れた分を流すってことですね。その今橋の上に今立ってますね。で、まあ、こっちに流していくって感じですね。でしょうね。今ちょっと水は豊富もないですけど、はい。で、さっきちょっと行きかけた駐車場のとこですね。あそこがこうなんかキャンプ場的な施設みたいですね。今あそこ釣りしてる人いますからね。まあダム湖ってことですね。向こうになんか休憩施設みたいな感じ。行ってみようか。下流の方はちょっと見えないね。あんだけね、こうやっぱ草が、草木があるってことは、よっぽどのことがない限りは、ここが溢れるってことは多分ないんでしょうね。まあ、ね、念のためみたいな施設でしょうね。あれ管理棟かな。あれは管理棟ですかね。まあのどかなとこだね。このあの吊り橋がちょっと気になるね。釣ってもねえか、吊り橋って言わねえか、あれ垂れ橋っていうのかな。垂れてるもんね、あれね。釣ってねえしな、上からな。吊り橋じゃないよね。で、まっすぐでもねえしな。垂れ橋っていうの、あれ、ああいう橋なんていうんですかね。さあ、ということで今回は前回の続きでね、食後のドライブということで、滝波ダムというダムですね。まあかなりマニアックなダムかもしれないですね、ダムとしてはね。まあただあそこのね、今見たキャンプ場的な施設もあるところから、まあ車も結構今そこそこありますしね。まあ知る人ぞ知るいいスポットなのかもしれないですね、ここはね。さあ、ということで今回の動画はこの辺で終了したいと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。